しいフクロウのせがれか。何があった？賊どもが平田屋敷に巫女様を急ぐのじゃ。今は幾年だ？何をおかしな。教えてくれ。流線詣の年であろう。流線詣、3年前か。どういうことだ。武士殿は古い記憶と言った。何も覚えてはおらぬが、これは過去ということか。流線詣、三度武士、何これは。
しもしお主、恋の鱗を知らんかい。キラキラ光る宝鯉の鱗、それを持てば存分に褒美を取らそうぞ。今度は鱗持っておいでや。そこのお主、もし。どこの女どこの女
目覚めたようじゃな。いいんがよの。なかなかに死にきれぬようじゃ。なんだお前さ、ちっとは忍びらしくなってきたように見える。とっておきな。これは忍び侍にはま、まあどうするかは戦うすべ。どうした？よどみのあふれでやがて死ん…なんだと？わいにくとまともじゃが、あとは…
く燃えるの。皮膚傷とはよく言ったものよ。